きねえその丸椅子。ちょっと待って、患者さんはそれなの。丸見えじゃん。皆さんこんにちは、あさひです。今日はあつ森で遊びます。今日はさ、なんかいよいよあれでしょ、新しい施設ができそうなんだよね。何やら新しい施設の許可が下りたの。おお。そしてあちゃぴはアミーボカードを手に入れました。おおえ、お連れ様もご一緒にお見えになるそうです。3人組でしょ。あの3人組しか分からん。やっぱり、はい、3人とも来た。ナッティさん立ち飲みしてるじゃん。喋ってはくれないの。はい、あちゃぴちゃん呼んでくれてありがとね。隣とか座れるの。よ、あちゃぴ、おいらも一緒に来たんだぜ。え、急に賑やかになったね。あ、いいね、みんなでお茶してる。ナティさん座りなよ。たぬきちさんさんさん、たぬきちちち。ああ、たぬきちに追い出されるんだね、みんな。しずえさん、え、絶対あの豆吉つぶ吉だよね。どっちかだよね、しずえさんか豆吉つぶ吉か、どっちを連れてくるのか。たぬき3匹じゃん。僕たちもご一緒にいただいています。コーヒーとか飲むんだ、大人。あちゃぴさん、どうもどうも。あちゃぴさんや島の皆さんが充実した毎日を過ごせるよう、これからも社員一同頑張るなんだもん。ドレミファソソラ。いいね、好きなことお茶できるんだね。え、なんか新しい音なんだけど。あなたに見てほしいものがあるの。ほら、そこに見慣れないものがあると思わない？ATM よ。ポキの預け入れやポキの引き出し、それにポキとベルの両替もできるのよ。え、すごっ、ベルに変えれるの。実はね、また新しい施設を作る許可が下りたの。今回許可をもらえたのは病院よ。この島に病院があれば体調崩してもすぐ診てもらえるから安心だし、人を集めてイベントを開催するなら万一のトラブルには備えておかなくちゃね。そうだね、大変だったもんね、たくみさん。ただのお腹壊しただけ。レストラン、なんか食べ過ぎたんだよね。何色の病院にするかな。やっぱ青かな。決定。レディー。何もないじゃんね。待合室と診察室か、大変だね。また二部屋作んなきゃいけない。大丈夫、私は病院を何回も。大体何の病院なんだこれは。内科、外科、普通でいいんじゃない。何にする、アチャペが決めていいんだよ。耳鼻科でもいいし。よくあるよね、これ。ここは待合室だよね。奥が診察室だよね。ホワイトじゃない、病院って。うん、これを何個もコピーします。ダダダダダ。待ち合い室にソファーあるといいよね、なんかゆっくり待てるよね。うん、なんかよくアチャピが言ってた歯医者さん、うん、はソファーがあって、うん、テレビがあって、あのテレビがある横にあのキッズルーム、なんかちいちゃい遊べるところがあったの。うんうん、やっぱキッズルームもいるんじゃない、この待合室。龍馬の七つ目物。え？鼻血。あ、自販機とかもいいんじゃない？え、自販機どこ？下？いや、上。本当だ、全然見えなかった。あのよくさ、学校でね、喧嘩してる子がいるの。うん、で、その喧嘩してる子でね、先生に厳しされたのよ。こらーって言われるじゃん、そしたらね、え、なんですかみたいな感じで言うけ。なんですかっていうの。そら先生もイラってするだろうね。喧嘩してたやつが、なんですかじゃないでしょ。なんですかじゃないでしょうがって。
なんですか、先生もお母さんみたいなもんだからね、もう2年生の先生なんて本当大変だよ先生。2年生が一番大変じゃない。そうね、1年生はねまだ入ってきてういういしくて可愛いんだけどね、2年生になるとちょっとねウェイウェイみたいな、ちょっとなんかね調子乗っちゃうんだよね。え、なんでママも調子乗ってたの。うん、調子に乗ってる2年生が家にいるからわかるよ。はなんとかだしとか言うんだよ2年生はね。皆さんどう思いますか。言わないよ。去年言ってたかなチョピは、なんなんだしって言っててあまりに言うからそれ10回言ったらのなんかペナルティーだからねって言ってこちょこちょの系こちょこちょの系してたよね。でも楽しいからよかったよ。まあでも結果ね言わなくなったからね。いいんじゃないですか。ちょっと小物は後でさようなら。小物は後で。小物嫌いだよねチョピ。小物嫌い嫌い大嫌い。え、なんでそこからが楽しいのに。そこから小物で飾っていくのが一番楽しいんだよ。あーなんか病院っぽくなってきた。ベッド出すぎじゃない。ね、ベッド出すぎじゃないですか。手術室ですかここは。病院ってね、まあいろいろ直してくれるところじゃあるけどね、何歳になっても緊張しちゃうねやっぱ。注射が嫌すぎる。え、何するの何するの。注射はいいじゃん別に、一瞬で終わるんだからさ。いや終わるけど痛いじゃん。そんな痛くないじゃん。ドーナツ丸椅子だって。いらない。いらない。あきねえね今座らないといけない。点滴もしたことないよね、たまちゃぴは。ない。動けないんだよ、点滴してるとき。うん。持っていけばいいんだけどね、それ。ガロゴ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 ロって押して。キュッキュッバカバカバカ。ちょっと待って。先生の椅子がドーナツ椅子になってんだけど。もうちょっと先生の椅子立派なの置いてあげようよ。あれ？あ、もう一個出てんのこれ。出した今。あ、それドクター。しょぼいやつにすんの。え？あ、でもそれ使わないといけないのか。好きねその丸椅子。ちょっと待って、患者さんもそれなの。待って、びっくりしちゃう。そこに座ってくださいってドーナツ椅子。あの普通の椅子でいいかと思いますけど。今までさ、トイレ作ったことないじゃん。トイレとかあってもいいんじゃない。いらない、先生トイレどこですんの。外。外。先生もやっぱほら、ご飯とか食べなきゃいけないからね。それは家に帰ってからでしょ。いや、先生だって一日中いるからさ、病院で食べなきゃいけないの。キャー、見てダメよ。何それ。え、トイレ。それが柱。うん、見て、置くところ丸。かわいいでしょ。かわいい。何、のれん。のれん。え、ダメ。あ、トイレ。うん。いや、いるでしょ、普通に。いるでしょ。突然ののれん。丸見えじゃん。ど真ん中に突然のれんとトイレがあるの。今日そういえば、アチャピの学校の教頭先生から電話あって、ドキーってしたよ。まあ、アチャピがなんかしたかなと思って。全然終わったの。アチャピのことで相談があります。忘れ物が非常に多く。嘘だよ。銀のことで、銀のことで電話があったの。銀が来年小学生に来られますけど、出身の保育園を教えてくださいって。わかんないな。びっくりするよね、この教頭ですけどとか言われたらさ、ドキーするよね。なんで、なんかいかんことしたかなって。よかった、アチャピのことじゃなくて。アチャピ最近忘れ物してないもん。マンマンとそれもね、忘れ物してる間は iPad 見せないよっていう、なんかそういうのを言われてからやっとね少し減りましたかね。うん、なぜかっていうと、ギリギリまでね、寝るギリギリまで iPad 見てて、準備をねいい加減にしちゃうの。だからダメだよってパパに言われてね、しばらく今 iPad は見てません。アチャピは見てません。プリントの山を配ります。先生の宿題。宿題って何。大人になっても宿題出ちゃうの。先生の宿題終わった。あ、いいじゃん。でもあ、いいいいいい感じですね。小物は、小物は、うん、
壁も全然してない。また楽しいところほったらかしだ。楽しくない。お、働いてもらう方を決めましょう。え、この人いたっけ。はい、どいたよ。みそさちゃん、君に決めた。仲良さそう。ハッピー病院。ハッピー病院。患者さんが。もっと見えるところでしてもらえませんかね。取れんだった。間違ったプラス50にしちゃった。今回もあなたのゲームに答えなくちゃ。お給料の2万5000ポケを受け取って。あ、チャピめっちゃポケ持ってるね。うん、これをお金にしたらベルに変えちゃう。お、預け入れ、引き出し、両替。両替は100ポキで294ベル、平均が100ポキあたり250ベル。ってことは今高いんじゃない。今日は集まりで遊びました。はい、病院を作りましたね、念願の。でも途中からいつものようにめんどくさくなって飾り付けをサボりました。またぼちぼちね、時間があるときに飾り付けてください。バイバイ、また見てね。また見てね。